はい、僕、今回またライフイズストレンジ2をやっていこうかなと思います。前回は、お母そうちゃだ。んに出会って、配置についた。よく見えるわ。今お母ちゃんね、これ。お母ちゃん何に出かあっ会ったら言わて、せて。気をつけてね。ちょっとかぶっちゃうな。ありがとう。ここからは慎重に行こう。もし見つかったら、はい。僕が話するから。で、こう、ダニエルを取り返頼んそうだ。というところかな。頼りにしてるぜ。だから今からダニエルをこいいね。の、リスベスの家は教会のすぐ裏。はい。さっさと調べよう。了解。はい。でも本当にリスベスが妹さんのファイル持ってんあ、の開いか？てんじゃん。気をつけて、ジョン。敷地内に人がいるわ。本当ですか、お母さん。あ、くそ。何人だ？お母さん見えないよ。3人ね。左側に子連れの男。反対側に女が1人。あ、いますね。わね。かった。ありがとう。礼拝が終わったら、教会はちょっとジェイコブ聞いて。禁止なんジェイだ。コブ聞いて、あんた。なるべく人目は避けよう。ジェイコブ聞いてよ。では、回します。中州にまるで。なあ、そっちは大い丈や、夫？ここで連絡するのやめようぜ。ええ、心配しないで。いい場所を見つけたから。わあ、いるな、あそこ。眺めもなかなか。よかった。でも気をつけジェイて。コブ、そこ危なくない？何があるかわからないし。ジェイコブ危な、ジェイそうコブ、ね。気をつける。ジェイコブ見られてるって、そこ。そこ仁王立ちしてても。ジェイコブ？あれ？連絡できないの？ジェイコブ、これ、見られたよ、これ、ジェイコブ。で、ジェイコブ見られてない、これ、どこジェイでコ育っブ。たの？これ見られてるでしいや、ょ。東部の別の教会だよ。あ、別の教会なんだ。ここへはリスベスがヘイブンポイントを始めた頃に、両親に連れてこられたんだ。うん。へえ。大変だったろうな。あれ見られてたよな、絶前、対。8歳の子あのお供ばさにきんつかに。った。当時8歳ね。そう、で、このジェイコブの、ジェイコブだっけ、お前。ジェイコブとして話進めたけど、ジェイコブか。ジェイコブの、この妹さんも一緒に、いけないんだけど、連れ出してあげようみたいな感じだったわ。ジェイコブ先頭に行きたいのかさ、後方につきたいのか言ってくんないかな。あれがリスベスタックか。連絡でもそんなできねえな。あのおばさん見てたよな、絶対な、俺らのこと。言ったね、でも何度か、無事に。よし、ここだ。誰もいないみたい。うん。だといいけど。どうする、ジェイコブ。ここの住民はドアを閉めないんだ。え？リスベスが閉じた扉は閉じた心とか言うからね。へえ、めんどくせえな。正面突破はなんかあれじゃない？さすがになんかさ、裏口あったっけ、これ。前見たんだよな。あ、見れんじゃん。誰もいないな。よし。よし、確認しよう。よしよしよし。めっちゃマグカップあるけど、大丈夫か？奥の部屋は？あ、いないね。いない扱いでいいの、ジェイコブ。いない扱いで行くよ、俺は。裏口から行った方がいいとかないよね。裏口多分、なかったかな。いや、怖え。裏口から行った方がいいとかない？でも誰もいないもんな。よあし。いつがこんな何もない家に住んでるなんて。案外そんなもんよ。よかった。これで慌てないで済む。ああ、だな。それで、ファイルはどこだ？ファイ事務ル？所の中だ。閉まってるな。なんでファイルがいるんだっけ？閉じた扉はどうとか言ってたのに。入る方法を見つけないと。くそ。鍵はないのか？リスベスは用心深いから、スペアキーはないかもな。嘘だろ？奥の部屋めっちゃ行けそうだけど。うわ、なんつうか芸術性がない。大丈夫か、ジェイク？どうした？いや、ちょっと思い出が溢れてきて。それはいい思い出か、お前。告白と説得、名スピーチへの15必死選だか。な、あいつ。あいつ営業必さ死んだが読んわ。でそうな本だ。座ってんじゃん。リスベスは写真に写るのが好きみたいだな。この緑のやつがリスベスさんかな？団らんの時間とかなさそうだな。ほんと殺風景だな、なんか。
ジェイコブ懐かしいんか、お前この家来たことあんのか。ジェイコブはこんなことだろうと思った。何これ、処方箋補助キャスル、ジョン・ロバート。あーなんかリスベス、あーストレス不安ね。やっぱり慣れきってんだな、やっぱ本心の姿じゃないんだよリスベス。リスベス普通の人なんだよ。名付けるコツその1、うん、ダニエルに好物のシリアルをやる。本当だ、でダニエルと敵対してるのがちょっと厄介なんだよな。うわ、軍隊のキャンプでもここまで厳しくないぞ。ダニエルの家事、マイアスベッド、トネル、食事。いやーダニエル、ダニエルもでもね正直いやいややってると思うんだよ今。いやいややってるからさ、それ考えたら最悪これを使えばあのドアくらい開けられるんじゃないか。まだワンチャンあると思うんだよ。いやいや多分やってるから。ダニエルも薬でいっぱいだ、科学を信じるなとか言ってるのにな。病んでんだよやっぱ。ハサミ、うわーやだね。あの痛い髪型の理由が分かったぞ。どっちだろうな。でも俺いい兄貴としてさ選択肢選んでこなかったからさ、フィフティフィフティじゃない。ダニエルがこっち来てくれるかどうかなんかさ、多分フィフティフィフティなんだけど。うーん、特に何もないな。でもお前さ、リスベス様のさ家を漁るってやばくない。これバレたらやばくない普通に。あこれ逃げ道用みたいない、逃げ道用意。南国の景色にしちゃ悪くない。悪いだろフェンス近すぎんだろ。まったくベッドまで堅苦しそうだ。まああるよね、柔らかいベッドがいいか硬いベッドがいいかみたいなね、そういうとこね。あれな、ばあちゃんのダニエルの力に本気で浸水してるんだな。ばあちゃんのあれと一緒だな、なんか雰囲気。ばあちゃんの部屋系のあれと。ダニエルのりこ使うと疲れる、何をしても元気にならない、食生活を変える、気まずい行動する、もっとやらせる、無知を惜しめば子はダメになる。いやまだ今日は奇跡を見ながら泣いてしまった。あの子は器ではねえか。何を運んでくるかという、いつ運んでくるのか。器だな、運ぶんだったら器だな。なるほど、これでダニエルの力の説明がつくな。これでちょっとなんか掴んでほしいね、ダニエルもね。なんかあ、ごめん、お母さん鍵あったね。よし、鍵を。あ、でも何回使うんじゃない結局。試してみよう。お母さん。お母さん今かけてくれたよね今。くそ、リスベスは手紙をジェイクより先に手に入れてたんだな。うん。何のことを教えてくれたよ。今ヘビモードに向かってる。これすごいと思う。あー、ジェイコブ宛てのお母さんの手紙をパクったのか。そっちどうですか、お母さん。あんたがジェイコブに送った手紙があった。リスベスに没収されてたけど。郵便箱から抜いたの？とんでもないわね。とんでもないですよ、お母さん。ああ。何もかもチェックしてる。ここに出入りするものは全部だ。え、ここにいるの怖いんだけど、ねえ。やめよ、それなんか悠長なことさ。俺テキパキやろ。送ったか。くそ。もう本当はダニエルの書かされてんのかな。めぼしいものはないな。てかあんまりさ、なんかこういうのってさ、長居してるとさ、おい何やってるって言われそうと怖いんだけど。あいつ自分が大好きなんだな。本当だ。まあ自分が今ね、実績をねやっぱ見たいんでしょう。こいつらリスベスを追放したくせに。フィッシャー牧師。送ってこれるな。ああ、リスベスも追放された身なのか。これ全然話覚えてないからさ、怖いな。あの女に教わってるのか。これダニエル・ベアマスか。こんなのを信じてんのか。なんか窓開け、ああびっくりした、窓開けられたと思ったぞ今。あ、まあ衣類だな。何もない。これリスベス部屋か。一回書き試した方がいいか。これでクソってなると思うけど、多分これじゃ開かないと思うけど、一応試そうか。よし、開くんかい。開いたぞ。ちょ、あっちの部屋まで見てないよ。ショーン、
まだあっちの部屋見てないって、ここがあいつの資料室ってわけか。うん、いろんな記録を保管してる。もう取るだけ取って出ようぜ早く。妹の資料もきっとあるよ。もう取るだけ取って逃げよう。もうおい、あったぞ。きっとこれがそうだろう。ここで見んなよお前ら。パッて見てさ、これ持っていこうって。ほら、もう見られてないこれ、視線的に。リスベスは妹の病状を知ってて医者に見せてないってことか。犯罪じゃないか。本当だよ、行かれてる。なあ、お前のファイルもあるぞ。え？それを見れば信者の扱われ方がわかるよ。なあ、なんだこれ。これ見せてよ。どういうことだ、天候療法って。まさかお前を治そうとしてたのか。そのまあね、昔から女より男に興味があって、鬼人とか罪人とか言われた。え、それでここから逃げ出したのか。うん、正しい知識がなかったからね。すごく怖かったし混乱もした。自分が罪人だと思い込んで罪を償わないといけないと思った。ホモ的なっていう言い方悪いけど、なんかなんだっけ一番いい言い方。ごめん、ホモとかしか出てこねえ、ごめん。それでどうなったんだ。どう、なんでだっけ。ずっと神に祈ってた。それで誰ともつるまなくなった。男とも女とも同性愛者だっけ。何も信用できなかった。 LGBT か。ジェイク、数年後心が耐えられなくなって、で自分を傷つけた。ジェイク、リスベスがそれに怒って話し合ったけど、外の世界で答えを探せって言う。意外とかっこいいこと言うな。離れなさいって。僕には理解できないけど、彼女はそれが正しいと思ってる。そんなことがあったなんて。まあちょっと優しさだと思うけどな、多少は。辛かったな。どういう状況かわかんないけど、殴られて言われたんだったらごめん、あれだけど。あの力を見たとき刑事を受けた気分だった。まあしゃあないしゃあない。それくらいすごかった。それで戻るなら今だって。でもこんなことになるなんて。間違いは正そう。ダニエルを助け出すぞ。そうだね。もアングルが怖いんだって。治療を受けさせないと。誰か見てんじゃないのこれ。ここよりはマシだ。どんな場所でも俺の金取るな。ここにいるよりはマシだろ。だね。俺の金をあげんぞ。なってないといいけど。はい、帰ってくるでしょそろそろ。何、やつが来る。例のリスベスの手下、手にファイルを持ってるみたい。気づかれてはないわね。あいつはやばい、かなり危険なやつ。出ればよくね窓から。私があいつの気をそらすわ。アイデアがある。はい、任せて。頼んだ。よし、じゃあ頼んだ。俺らで何とかするなんかそんなね余裕ないから。隠れないと。隠れんの。早く出ればよくね。ああ、急いで。ちょ待って。あ、でもクローゼット透けるくないこれ。これ透けるくないこれ。どこかいい場所。ここで見つかったら僕たちおしまいだ。あ、キャビン閉めとこ。疑われちゃうから。こっちの部屋は クローゼットしかないじゃん。あ、鍵試すって。窓から出ればよくね。もやっぱあかねえか。そのクソ、やっぱあかねえか。行こう、こっち来い。まあ、お前ここしか入れねえ。とりあえずこっち来い。いるかジェイク。
ジェイク、そこにいたら。変だな。リスベス様にも連絡するか。ジェイク、そこまずくない？終わった、終わったわ。ごめん、ありがとうございました。あ、終わった。これ終わったわ。あ、終わった、終わった。もう終わり、これ。終わりました。今までありがとうございました。終わったわ。さて、どこだったかな。あ、違うな。普通に漁ってるだけだな。ちょ、お母さん何したの？逆にこれ。時間稼ぎでもしたのか。ジェイクやばくない？隠れてんの。あ、なんだ。危な。何が起こってる。めっちゃ透けてる気するけどな。で、ジェイク。今のってだろうな。ジェイク賢い、お前。今のうちに逃げよう。東大元暮らしすぎだろ。やばかったな。あいつに捕まるかと思ったよ。なんかさ、パクっていかない、なんかパクっていこうぜ。今時こんな馬鹿げたことが起こるなんて。ああ、見れてよかった、見れてよかった、見れてよかった。女子への関心が薄い。やっぱそうだな。ちょっと女の子いるよね。ああ、くそ。ダニエルのやつ、あの女に喋りすぎだ。チョクリプスとダイクス、昔の友達に会いたから、ノア、ライラ。ダニエル、まあ、でもしゃあないな。若いもん。臭いやつだと思ってたけど、こいつガチだな。ニコラス。ああ、あいつか。あの男か。だから閉めるとこまでやれよ。手に入れた。もう行こう。ジェイク待って。あの女にこれ以上利用される前にダニエルを助けないと。やばいな、回されてんな、連絡も。ジェイク、俺見たいよ。大丈夫でしょ、まだ。遠くに見るほどのものはないな。必要なものを手に入れたって、それは甘えじゃない、ジェイク。ジェイク、それとはまだ甘えだよ、多分。あるよ、絶対に。マジで。なんで無視できるんだ。フィッシャー牧師。一体誰？ジェイク、行こうか、じゃあ。なんだ、そのアングル。ジェイク、何してんの、ジェイク。行くよ。ジェイク、行くよ。ここ見てたな。怪しくないか、ここ。あ、じゃあ、なんか。あ、いいファイルじゃない、それ。あ、見てよかった。どうした？ニコラスが持ってたファイルだ。うん。見ろよ。これ？ダニエルを養子にするための？え？そうだ。どう見ても合法じゃないけどな。そこまで行かれんの？ひどい。いや、これはいい情報ゲットしたね。そのまま出ていくって選択肢もあったからな。よし、行くぞ、ジェイク。甘えるな。正面突破バカじゃないか、でもこれ。大丈夫か？正面突破はバカじゃない。ちょっと裏口探そうみたいないの？見なよ。え？君の母さんやばいね。母さんやばいね。本当にな。パンキーすぎるよ、母さん。これで全部だな。じゃあ僕はサラを助けに行く。火の矢でも撃ったのか、母さんは。終わったら駐車場で落ち合おう。わかった。気をつけてな。俺はダニエルを探しに行くだな。じゃあ任せろ。ジェイク捕まりそう。ジェイク捕まってこっから先どうしようってなりそう。教会に入る。教会どっちだっけ。こちらショーン。何か見えるか。いいえ、異常なし。で、家燃やしたんだ。ジェイクすげえ、ちゃんと描写されてる。ほら、すげえ。こっちから行くぞ、ダニエル。お前はまだ俺たちの元にいるんだ。鍵閉めないんじゃないんかい。鍵閉めないんじゃないんかい。いや、この町火事とか起きたら焦るでしょ、みんな。そんな理性保てないでしょ。危な、人かと思った。じゃあリスベスと一騎打ちなら別に勝てるからな。何か策はあるの？ああ、お母さん。いや、でも行こう。お母さん来てくれたの？びっくりした。おお、主よ、この若き器を返し力をお見せください。
私はあなたの癒しきしもべ。あなたのダニエル初めて見んじゃないのお母さん。ちょっとまあそれが一番熱いわ。命に従いましょう。お答えください。あれが神よ。ダニエルだ。ダニエルお母さんお母さん好きだから。なあ。ショーン戻ってきたの。ああダニエル。ここから出よう。一緒に。ごめんショーン。できない。お前は利用されてんだぞ。そうだお前洗脳されてんだ。そのペテン師に。ダニエルの心は決まっていますが、こっちにお母さんいるんだぞ。与えましょう。お前私を信じ家族となるのです。黙れ。そんな偽物の母性に釣られるな。それが答えですね。この迷える魂に。お母さん頼むよ。慈悲を。ではここから立ち去っていただきます。誰かわかんないから。今すぐに弟を返せ。ここが僕の家なんだ。家族もいる。離れたくない。ダニエル聞いて。彼女は家族じゃない。ショーン言ってやれ。お母さんこの人は母親だ。そうだ助けに来たんだ。本物だぞこれは。お前を。おお主に感謝を。再び奇跡が起きましたね。素晴らしい。いいのよダニエル行きなさい。せっかくなのだから話すといいわ。あれ僕あんな人知らない。リスベス様。そうね我が息子よ。その辛さはわかります。何が我が息子よ。ただ操ってるだけのくせに。お母さんあなたにはそう見えるのですね。では母親を名乗るあなたにお聞きしましょう。よりによってそっか愛受けてないからダニエルが。実の子供に荒野をさまよわせたのです。ダニエルが辛い目に遭っていた時。お母さんどこに。聞いてダニエル。あなたがここに一人でいるって聞いてすぐに来たのよ。僕一人じゃない。めんどくせえな。子は死からの賜り物主より与えられし報酬。あなたはその賜り物を手にしながら世の中に放り出したのです。あなた何なのよ。リスペスも子供いないのか。確かに母親だったのでしょう。でも彼を捨てたあなたがまだ母親を名乗れるとでも。確かにここの神はせこいのね。聖書の内容をご存じないのね。今さらどうして母親面できるのですか。正論だな。でもそれも欲望を満たすために自ら家族を捨てておいて。ダニエル彼女に惑わされないで。ダニエルお願い自分で考えるの。あなたならできる。ダニエルお父様のことは彼女が原因なのです。うわ何言ってるの。お母さん対決が始まってる。あれは事故だった。この世にはそういう不公平な偶然や苦痛があるものなの。ダニエル本当にごめんなさい。わかってる。私のせいであなたたちが傷ついたことは簡単には償えない。でも話がしたい。あなたとショーンにも同じことを言ったわ。そして聞いてくれた。私たちを信じて。そうだよショーンが連れてきてんだから本物だろう。あなたは彼女に利用されてるの。ダニエル、さお前らさ交渉が下手くそだって。利用されてるっていうのが早すぎるって。お前らもっと利用されてる感を引き出してから言わないと。早すぎんだって言うのが分かんない。実感湧かないだろ。そんな早く利用されてるのって言われても何があってなるだろう。そう引き出してから言わないと。自分で決めるのです。どちらを信じますか。ダニエル頼むよ。僕真のお母さん。この子をたぶらかし連れ去ることはできません。この子は残ります。こんなババアと一緒にいいんじゃねえ。見放さない。本物の家族と共に。茶番だな。来いダニエル。やだ来ないで。もう学べよなお前も。いい加減。牧師様ご無事ですか。ニコラス彼らは異端者です。教会を怪我しに来たのです。ダニエルとのあれミスったからまた。もう結論は出ました。俺の選択肢のせいかこれ。わからないのですか。ダニエルと話してあなたなら説得できるはずよ。え、それ任すの俺に。お前を置いてったりしないぞダニエル。
ショーン、理解してあげなさい。弟が自ら選んだ道です。お前の友達のサラは病気なんだ。なのにそいつは放置してるんだぞ。そんなの嘘だ。やめなさい。ダニエルは信ずべきものを心に。何やめなさいって言えよ。じゃあ自分を信じろ。その女のデタラメなんか聞くな。お母さんと同じこと言う。そいつじゃない、お前自身だ。でも、あ、いいね。神様も天国もあるって言ってたよね。は？嘘だったの。その通り。彼は不誠実な不届き者です。そいつは追放された。そいつ、前にいた教会を追放されてんだよ。行かれた奴だって気づかれたから。そういうことか。それでこの土地で省かれただけじゃない。作ったんだ。なんで追放なんか。悪いことしたの。私は彼らの愚かさゆえ自ら離れたのです。は？彼の嘘を信じてはいけませんよ。嘘じゃねえよ。父さんなんて言うんだよ。父さんが今の俺らを見たらどう言うと思う。父さん響くから。って言ってただろう。ダニエル響くから。父さんはここにいてほしいけどまだ無理だよ。あ、燃えてんじゃん。なんてことを。なあダニエル。あ、なんだこいつ。お前は誰にも引き離せない。近寄るんじゃない。ダニエルいいのか、こんな。待て。俺という兄貴、お母さんを置いてこんなわけわかんない連中と。ここまで来たんだ。いいのかお前それで。誰も止めさせない。こんなわけわかんねえ。地獄に落ちたっていい。お前のためなら。週2回の風呂 で、 のためです。俺は起き上がるぞ。何回でもやらせてください。俺は戦うぜ。いい兄貴でいようと頑張ったつもりだ。そうだな。ダメだったかもしれないけど。ダメだったかもしれない。お前を軽視して危険に巻き込んだ。ごめんな。聞いてはなりません。彼もあの女のようにあなたを捨てたのです。捨ててねえよバカ。こいつにどっちかっていうとダニエルに捨てられたよ。お前は諦めないぞ。やめてよ。ダニエルの声が聞こえないの。どっちかっていうとダニエルに捨てられたよ。俺が捨てたってよりも俺は立ち上がるぞ。何回でも戻るなら戻りたいよ。そうだ。シアトルの家でリビングに集まって。あーショーン、なんで切り傷つくの。ピザとお菓子を用意して見る映画を決める。俺らが必ず喧嘩するから。そして選ばれるのはお前向けのやつなんだ。でも戻れない。今できるのは戦うことだけだ。なんで切り傷つくの。やってしまいなさい。俺たち二人ならやめて。どこまでだっていけるんだよ。ちょっと何してるの。やめてよ。お兄ちゃんなんだよ。教会は燃やせても信仰は燃やせません。ダニエル気づけ。ダニエルはきっとあなたを信じてる。諦めないで。諦めないぜ。俺は負けないぜ。なんだこのゲーム。なんだこの急な精神的なゲーム。兄弟だ。立ち上がることしか俺はできない。父さんは家族をいつも大切にしろって言ってた。そうだろ。ねえやめて。ダニエル殺せこいつを。分かってあげて。ダニエルも早くなんかしろよさ。心動くの遅いわお前は。こういうとこだけ無駄にさ、子供っぽくないんだけど。やめねえよ。ちょっと何されたってお前を助けるまで絶対ショーン諦めねえ。大切なんだ僕も。黙らせなさい。早く。お前もうめんどくせえババアだな本当に。動くな。撃ちたいなら撃てよ。怖くねえ。撃ちなさい。そう。撃ちなさいっておかしいだろ。お前に覚悟があるならな。撃って。この力まさか。やめろ。アイレス。はい、ナイス、ダニエル。やっとか、お前。本番も突き飛ばせ。殺せ、殺せ。撃て、撃て。ごめんね。押せよ、ダニエル。ごめん。ちょっと押せよ。
銃奪ってどっかに銃奪えってお前ら、おい甘えんなって。ごめんなさい。ねえ、だからもうその達者ないけど、そのそう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 、浸る時間はないから、行かないと後で浸ろね。10倍よお前。そう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 、学んだねショーン。逃がさない。あ、火をつけたのはあなた方です。これあれか、撃つか撃たないか。燃え尽きなさい。撃つか撃たないかを選択肢させるのか。まさか。どけ、邪魔だ。どけよ。ここから逃がしは。女蹴り飛ばすぞてめえ。おい女、私が生きている限り蹴り飛ばすぞ。か、なんかこの割合おかしくない？あ、ダニエルに生じ合うか俺に生じ合うかね。いや、俺は貫いてるから、ダニエルにはさせないって。いいからどけ。怪我したいのか。ショー、愚かですね。私は死など怖くありません。死ぬことは魂の解放なのですか。甘えねえ。今後ろからジェイコブ来るぜ。え、自分でリスベスを始末する。いやー、でもなんかダニエルがさ結構落ち込むんじゃないかなと思うんだよ、さすがにこうすると。教育上さ、やっぱ教育上、ま、あれじゃん、頑張ってきたじゃん。やっぱその少なくともやっぱダニエルにちょっとやっぱ近づいてた女を殺すってのはちょっと刺激強すぎんじゃないかなって。お母さんもやめてっつってるしさ。すまん、これは無理だわ、撃てねえ。ドアを開けてくれ。ダニエルごめん。忘れたのですか。まだ間に合います。あ、目が決まってる。わい、ダニエル、いいね。だから銃を置くなって、そこに持ってけって。学べよお前らも。あ、ジェイク無事かな。まあでもジェイクの場合は別にそんな妹に嫌われてるわけじゃなさそうだしな。大丈夫かな、後ろから来んじゃないのこれ。これお母さんやばくないこれ。なんかこの音がやむ感じと、いや違うな、これもしかしてあれか、俺が設定で著作権に関わる BGM をオフにするにしたから流れてないだけか。まさかどっちだ、そういう演出かな。ちょっと著作権に流れ、著作権に引っかかる BGM はオフにする選んだからかな。すげえ静かなんだけど。撃たれんなよお母さん。お母さんと一緒にいた俺は。撃たれそう。うわ、あの銃持ってねえな。あ、なんか私の教会が、みたいな。死なせてくれ、みたいになってんな。構うなってお前ら、いいじゃんもう。あ、やばいやついるなでさ、消化しようぜ。わ、ちょっとなんか、そんな顔できたの？ダニエル。え？あ、逃げてきた。あ、妹ちゃんもいる。これ絶対 BGM 流れてんじゃん。あれだな、著作権に引っかからないようにしようと思ってやったけど、なんか、なんか、これあれだな、爆音で BGM なってんな、本来だったら。申し訳ねえ。なんだこれ。これで終わったらあれかな、ショー終わるかな。なんか多分そんな感じするな。あっ、一緒に行動しないのか、ジェイコブとかと。いやー、ジェイコブ、ちょっと行動したかったけどな。ちょっと移動は重くなっちゃうけど。これなんかちょっと、爆音 BGM の代わりに俺が喋り続けるわ。爆音 BGM ね、ぜひとも聞いてくれ。多分きっとなんか、あーあーってなってるから、多分裏で。ダニエル。あ、ショーまんざらでもの顔してん、顔してんね。嬉しそうじゃん。やった、お母さん。お母さん撃たれるやつかと思ったわ。BGM やんでっから。よかった。静かに終わったな。あ、やった、ショー終わった。ちょっと短めだったね、やっぱ。第3章。まあ、第1章とかに比べたら。
エピソード4、進行。でも、お母さんっていう見方も手に入れたからだいぶ違うんじゃない？フィンの考えた話だ。そうだな、主力検査片方だけ通過した。両方とも通過できなかった。あ、でも結構みんなミスってんな。病院脱出した。そうだな。ちょっと攻撃した。フィンに話しかけなかった。あ、やっぱ、あ、話すか話さないか。はい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 。チャドカ取り返す際に壊した。あ、取り返そうとしなかったあれなんだ。壊された、壊さなかったのか。一歩で取れてた。え、トラックに乗らずもあるんだ。下がった。彼の打ち明け話聞こえるようにした。彼のタバコを吸った。彼の手柄を借りた。そうだな。気づかれなかった。うん。見つからずに済んだ。あ、リスビスを痛めつけてるときに、あ、痛めつけるパターンがあるんだ。リスビス見逃すこと、あ、あれが見逃すっていう描写なんだな。あの、スーって、スーって言ったやつが。ちょっと時間的にキリいな。着いたぞ。あ、やったな、ダニエル。ついにメキシコ来た。この後は？あ、でも壁ある。向こうに行く。これがトランプ。トランプ大統領のやつか、これが。まさか。多分。お母さんはいる？ちゃんと。でもお母さん複雑だよな。だってお父さんの実家だからね、今から行くの。複雑だよな。私はいけないわって言うのかな。まあいいや。ちょ、こう切りいいから、ここで行ってもらうわ。ちょっと長いかな。まあいいや。じゃあ、あざした。